2回裏に入ります。追いかけるライオンズの攻撃。6番バッター、ライオンズビハインドで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですね。インサイド落ちました。これはどうか、ピッチャーが取る。アウト、ワンアウト。バッターは6番。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。山岡、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球打ち、ここはフライになっています。ファーストが構えます。取って2アウトです。西さん、こういったゲームの場合、ちょっとしたきっかけで場面が動くというのは多いですよね。もしきっかけがあるとすれば何ですかね。まあとにかくね、先頭バッター、一人のバッターが塁に出ることで状況は動きますよね。さあ、その状況、この回で動くんでしょうか。インサイド落ちました。ヒットになった。さあ、ノーアウトで反撃のランナーを一塁に置きました。バッターは、そして初球打ち、ワンバウンド、ヒットになりました。ファーストランナー、セカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。